そら頭も抱えるわな。つらい2ホールやったな。こんにちは。ミンゴどころ始まりました。村ミンゴです。山頂です。部長です。さあ、やってきました。7番ホール、パー5、現在イーブンパー、14オーバー。いや、パーパーパーで50やろ。まだいける。まだ全然大丈夫。あ、もう3ホール。そうか、そう追い込まれてんな。だいぶもうだいぶさっきのでもホールめちゃくちゃいいプレー。まあまあ、でもさっきパー、さっきパーで14オーバー。ええて、耐えてる耐えてる耐えてるよ。ええて。だからバーディーパットしっかり打てたし、うん、しっかりパーパット打ち出れたし。よし、じゃあ今週もやっていきますか。はい、お願いします。お願いします。前半ラストのパー5、じゃあちょっとさっき打たします。打たします、はい、打たします。打たしてもらいますよ。打たしてもらいます。5番アイアン。流し打ち。オーケー。お願いし。あ、もうちょい右が良かった。あ、でもあっこまで行っちゃうか。さ、またユウが火吹くんちゃん、それ。大カットやから、それ何度なユーティリティは。22っすね、22度か。さあ、火吹かそうぜ。どっち？これはちょっと辛いか。どうや？音してないけどな。音はしてない。火吹いたな。まあ演奏したな。ピックスやから分かりやすいでしょ。あったら。なんなんピックスって。なんか模様ついてるボール。ああ、あのテーラーの。テーラーのな。サッカーの。矢印いっぱい。そう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 。ユーティリティ19度です。よし。めっちゃ端っこやった。三者三様。個性強い。綺麗なコースはマジで、うん、景色いいね。めちゃくちゃいい。安いしね、うん、ちょっと、あー、ナイス。しょー、あれます。あれカバーかな。どこ行った？まっすぐ。まっすぐ。サンちゃんのもありそうやけど、距離出てたら、ね、行ってみて。行きましょうか。もし、もし、もし僕が部長に負けることがあれば、はい、部長は総代より上手いってことやんな。あ、そういうことなんだ。だって総代と俺が同点やったわけやんか。あのマッチプレーやって、そう、激戦を繰り広げて。確かに。で、部長が僕に勝ったら、部長はプロよりも上手い、レッスンプロよりも上手い部長。部長、猫部長。猫部長いけるね。確かに。僕それはそれで面白い。この間水野君、はい、木下先輩、はいはい、とも、まあ、直の先輩で何回も一緒に回って何回も勝ってるから、じゃあ部長は木下先輩もそれはあかんよ。より上手い。よう分からなってる。トップアマの部長、トップ部長、223です。まあけど前おるから、まだそう、ね、グリーンいますから。サンちゃんボール捜索中なんで、少し部長が220弱、215ぐらいかな。うん、ないサンちゃん。うん、ギリギリやったな。超えへんかったんかな。大ピンチやん。もう14オーバーで崖っぷちゃう。でかため息やん。めちゃくちゃため息ついてある。よし、ここはバーディー欲しいよね。三遊で、はい、よっしゃ、ゴー。あー、吹いたか。ちょっと吹いた？右か。あ、いいとこかも。グリーン右ぐらい。よし。
長が215ぐらいな。アゲンストなんよね。うん、結構吹いてましたね。そう。サンちゃんまだボール探してます。ちょっと届かへんけど、グリーンそばぐらいまで。まあ手前も寄せやすそうだけどね。うん、の左のタコツボみたいなバンカーだけ注意して。うまい。乗ったんちゃう。いやー届かへんしょ。さすがにちょっと抑えて打ってるから。キーギリギリ。あったさんちゃん。いやーない。激ショック？ナッピンですね。多分。いや別にショックではない。ショックではない。そしてここのプレーフォール位置いじめやん。狙われへんやん。あ。だってあの日本木のさらに右やから。きついよこれ。このプレフォー厳しいな。めっちゃ厳しい。厳しい。難しいな。で行く。お。インスラ。インスライでインスラ。インテンショナルフライ。上げてんで。右飛び出した。出てこい。でにゃい。わかんない。もう一丁いっとこう。でにゃいね。ぶち切れモードやな、さんちゃん。ああ、ちょ だいぶ向こう向いてるけど大丈夫。はい。いこう。あれはアプローチの方や。ナイス。なるほど。なるほどね。一回。無謀でした。一回ね。ゴルフってむずいなぁ。難しい。めちゃくちゃむずい。難しいね。いいチャレンジだったと思います。あるかもしれんから、ちょっと見てくれよ。まあ、とりあえず進みましょう。進むだけ進んどこ。164、6番。あだちょっと厳しいと思ったけど行ってみる？はい、うん、多分落ちた瞬間は見えた。そうね、カチャーン言うたしね。行ってみましょう。前までさんちゃんボール発見。これあ、これさっきのさ、トクティーカラーのやつじゃない？トクティーカラーのやつですね。ナンバー見て。ナンバー1当てる？あ、もう全部1なんで。ああ、そうかそうか、はい、でも多分トクティーカラーのやつやもん。そうっすね。あのさっき打ったやつ奥食い込んだもん。さっき打ったやつ OB 打った、多分、うん、だからトップティーからのが生きてた。だから4打目打って、ちょっと出します。5打目出します。オッケー、よかった、当たりそうだった。オッケーオッケー、ナイス。鼓舞してくれてる、優しい部長。ブラミンゴナイス。よし、バーディー欲しいね。いつ100切れんねん。よし、52度で打ちます。52度。はい、オッケー、ナイス。うまーい。ナイス。トップしましたけど。え？トップしましたけど。結果オーライです。ゴルフは手前からってやつか。そうですね。ナイス、手前から。ナイス。部長。
っとネックかかった。エゾンです。うん、まずまず。フラミンゴ、ナイスツーオン。イエーイ。さあ、ツーパットで行くよ。何が何でも。よいよ。スライね。バーディーチャンス。おわ、ナイス。おわ、ナイス。来た。おわ、ナイス。来た。ああ、わからん。はい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 。はいよ。クラリ。ボガル。ブチ切れすんで。クラリでした？ブチ切れすんで。ブチ切れすんで。いいよ。下りやったっすね、僕は。なるほど。なんかグーって漫画みたい。ほな、スライスか。バリトライ。バッチュエイ。結構早かったから、なんか。下から重そうっすけどね、その分。伸びて、わあ、重いわ、惜しい。オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。曲がらんかったし、打てんかったし。7打目か。7打目。OB パーやね、入れた。あ、早い。にゃお。なんか早いな。強く打ってしまった。うん、いいよ、先打つ。ノッキーマークする？マークとか待つ？待ちます。はい、さあ入れちゃおう。エルトバーディ。いやー、あらまそう。ちょっとりました。あらまそう。さすがです。八だね。なんか傷としかかってない、大丈夫？もうボールもいっぱいなくして苗モード。見たびダブルパー。ダブルパーチャンス。混乱してる。ナイス。ダブルパー。ダブルパーちゃうやろ。8やろ。トリプル。アルタマス。タイプか。そう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 。アルタマス。はい。アルタマス。はいはい。ナイスバリー。ナイスバリー。やっぱり、うん、平山プロと、はい、木下涼介プロを背負ってるから。あんなトップアマの部長には負けてられへん。僕が負けるってことは、今まで僕に負けた人も負けるってことになるから。少年ね、背負ってる。うん、ピンチ奥っぽいな。回ってんねカメラ。何ヤード？162。162。7番や。はい。おお。スジ。ナイス。ありがとうございます。スジ。ちょっと左ました。マンスジー。あ、出す。8番。はい。マンマンスジスズ。めっちゃ左見てやばい。マンスジとか言ってる場合ちゃう。言ってる場合か。マンスジー。あー、動画ってもうるそう今の。右5手前か。ちょっと何やねん今のは。まあいい。あかんわ、アライメントが気持ち悪いと。一回来るとね、気持ち悪い。マンスジー。何番か。え？何番？あ、7番です。7番や。初パーを逃しやん。あれ？
え？なん？マンスジュー。なん？ドンマイ。プレフォーあんのかな？ドンマイです。ピーが前に飛びました。はい。右にシャン。さあ、あれ出しました。サンちゃん。ピーどこ行った？メンタル持ってかれてるか？よし。ピー長くなったし。あれちゃん。あそこピーあるけど、そのこの。先行ってください。先行ってください。先行きます。先行きます。置いていきます。サンちゃんのボールを先行って探そう。いやー多分ないよ。入ったかな。結構深くまで行っちゃった。この辺にワンチャンないかな。さすがにって感じ。ないか。サンちゃんは OB でしたんで、ここから。何度？52です。52。ゴー！うまーい！オッケー！ナイス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 ！難しいとこにピン切ってあるよね。そう、なんか全部難しい。難しいよね。今日というか今日しか知らんけど。お、腹減った。さあ、そっから下って。さあ、そっから下って。曲がれ曲がらへん曲がれ曲がらずー、うわあ、スリッパしそう。ゴミやんこれ。ゴミパターしてもうたで。いいよ、サンちゃん置いて。サンちゃん行こう。さあ、サンちゃんのこれもむずい。5打目難しいよ、これも。ちょっと出すぎたか、ちょっと出すぎたか。意外と曲がらんねんな。うん、ナイスタッチ。むずいて。ここのピンチむずいわ。あんま多分これ動画じゃ分からへんねんな。またほぼまっすぐお願いしますと思います。曲がるとしたらスライスかな。天気やな、マジで。曲がれへん。おお、やっぱり曲がれへんな。オッケー。ちょっとこっちからは曲がるんか。いやいや。むむむむ。曲がらない。ややぐらいに行こうか。なんか草、動物園のニュース。急にズーム。うん。うん。おお、やめたー。ああ、耐えた。しのぎました。フラミンゴ選手。ちょい曲がりぐらい多分サンちゃん。ダブルパー選手権。入れたら？入れてダブルパー。ちょっと待って。入れてダブルパー。そのパターン多いな。だってプレフォーやろ。そうか。あそこのプレフォー結構きついな。きついよな。マジで入れよう。ここむすいって。バレック。いやマジで。7。むずい。くそ。なんぼ？ダブルパー。いや、プラ4。プラ4。プラ4。ここのさ、あれむずくない？あの、打ち直し。プレフォーってさ、パー3のプレフォーってもうちょい、ちょいそばに近いけどさ、ここ、ゴリゴリミスした人に厳しいな。はい。さあ、7、8終わりました。終わりました。そら頭を抱えるわな。辛い打った方だったな。いやもうソフテフのもう何も聞かない、見ない、聞かない。ここに多分プラス21出てくる。プラ21、プラマイ0、マイナス1。ワンダー、イドバ、21。まだ22打差？厳しいって。いや、後半回数量22打差。いける？いける。これ何があるか。まだいける。いける、いける。まあけど、ほんまにちょっと、コースというよりかは、ピンチが結構難しい。プレフォー優しくない？プレフォーだな、さっきのプレフォーは。厳しいね。まあけど、ちょっと熱くなってきて。もう熱くなってきた。もう、部長だけ燃えてんの。心燃えてる。サンちゃんとミンゴちょっと、なんでバテてきてる。なんで
部長はなんか、ま、負けられへん戦いしてるから、ね、背負ってるからさ、そうそうそう、ここは平山プロと木下涼介プロも背負いすぎや、うん、あの刺身くんも背負ってるし、ゴンちゃんも背負ってるし、今まで戦った人たちの重さが違うよ、そうそうや、ね、強いよ、背負うもん何も背負ってないよ、ちょっとぶつかってこれるから、そこをメインでちょっとサブで背負う、サンちゃんも後半何かを背負う、プレッシャー感じる、お昼で考えるわ、まあ、そんな感じで、ね、あと 次前半ラスト、ね、9と10か9番頑張っていきましょう、来週もお願いします、お願いします、ありがとうございました。